今日はあのボディーロ連盟から3名のですね、あの素晴らしい選手をあの呼びました。先ほども紹介しましたけれども、奥の中村宗人選手、フィジークのチャンピオンです。で、真ん中の選手はですね、坂本春人選手、まだ若干20歳、テレビ朝日のですね、なんて番組だっけ、名門の掟の、 あのレギュラーとして活躍しています。全日本あのチャンピオンになる器と言われている有望選手です。で、最後のこの、かっこいいイケメンの選手が内田隆選手です。東京マスターズのチャンピオンです。それではボディービルの規定ポーズを行います。皆さん、カメラの用意は準備はよろしいでしょうか。それではまず何からいこうかな。ダブルバイセプス、これは腕のですね、太さを、表現しているかっこいいポーズですね。そうそう、切れてる切れてるって、あのボディービルの掛け声も今大ブームですので、どんどん掛け声かけてください。切れてるとか、でかい、黒い、かっこいいでも何でもいいです。思ったまんま口に出してください。ラットスプレッド、これは背中の広さを表現しているポーズですね。この時あの広いって言ってください。広い。ありがとうございます。はい、ダウン、アブドミナル&サイ、腹筋バリバリ、割れてる板チョコモナカ、カニの裏とかかっこいいでしょう。腹筋を強調しているあのポーズです。はい、ダウン、じゃあバックに、バック後ろ向いて、バックラットスプレッド、背中の広さとこの脊柱起立筋のですね、深さよりディープさをですね、表しているポーズです。これも広い深いでいいですね。かっこいいでもいいですよ。はい、ダウン、モストマスキュラー、切れてるバリバリでかい、まさにボディービルの真骨頂ですね。このポーズは全てを表しています。でかさ、キレ、カット、このスマイルもいいですね。ではサイドチェスト、体の厚み、腕の太さを強調しているポーズです。はい、ダウン、なんかリクエストありますか。こんなポーズ取ってもらいたいっていうリクエストがありましたら、オリバーポーズ、よく知ってますね。セルジオ・オリバーですね。バキにも出てますね。これはすごい大迫力です。オリバーポーズ、ダウン、ありがとうございます。他に何かリクエストありましたか。サイドトライ、サイドトライステップス、腕が太い、体の厚みも表しています。足も太いですね、皆さん。はい、ダウン、それではちょっと30秒間あのフリーでちょっとやってもらえますか。ちょっと厳しいですか。あの30秒間フリーで、あの自分があの最も得意とするポーズを、まさにボディービル大会のポーズダウンです。正式なボディービル大会ではここで順位が発表されます。ポーズダウン、マッスルショー。さあ、皆さんの1位は決まりましたか。いやー、3人皆さんそれぞれすごいですね。もう順位のつけようがありません。3人とも全優勝です。ありがとう、皆さんありがとうございました。